皆様こんにちは。今回は Google ドライブ、G メール、Google フォトのデータ保存用に使われている Google ストレージの容量についてご紹介させていただきます。Google アカウントを作成すると自動で Google ストレージの容量が 15GB 分無料で利用できるようになります。この Google ストレージは主に Google ドライブ、G メール、Google フォトで共有して使用されるようになっています。共有使用されるということは、どれかのサービスで多くの容量を使ってしまって、万が一容量オーバーになってしまうと、全てのサービスがうまく使えなくなってしまう可能性があるということです。そのため、容量オーバーを防ぐために、普段から使用容量の管理を意識するようにしましょう。Google ストレージの容量確認用ページは、Google ドライブ、G メールなどからアクセスするのが簡単です。まず PC ブラウザで Google ドライブか G メールを開き、 Google ストレージで使用している容量の簡易記載部分の管理や容量アップグレードなどをクリックしてみてください。新しいタブで Google ドライブストレージのページが開きます。このページで表示されている円グラフにマウスのカーソルを持ってくると Google ドライブ、G メール、Google フォトのそれぞれで使用している容量が表示されます。ちなみに私の場合、2017年6月1日までは 100GB 分プレゼントされるキャンペーンが適用されているのですが、現在の容量が 16.7GB となっているので、2017年6月2日から通常の 15GB プランとなり、容量オーバーとなってしまいます。 Google ストレージでは月200円程度から始められる定額の容量アップグレードプランも用意されているので、継続して現在の容量以上を利用する場合はアップグレードプランを契約するのも手ですが、今回は現在保存されている Google ストレージのデータを圧縮して使用容量を少なくしてみます。私の場合は明らかに Google フォトが多くの容量を使用しています。Google フォトは基本的に容量制限なしの素晴らしいサービスなのですが、それは保存される画像を圧縮して容量を少なくしているからです。しかし設定を変更してスマートフォンの高画質カメラで撮影した高解像度の画像をそのままのデータで保存することもできます。ただしその場合はデータ容量を使ってしまうので、結果的に Google ストレージの容量を圧迫してしまいます。 Google フォトでは現在保存されている画像を一括で圧縮して容量を大幅に削減してくれる容量を解放機能が実装されています。今回はこれを使用してみます。利用方法はただ単に容量を解放を押して進めるだけです。あとは勝手に圧縮作業を行ってくれます。圧縮作業は使用容量に応じた作業時間がかかります。結果、もともと 16.7GB となっていた Google ストレージの使用容量がなんと一気に小さくなりました。この他に Google ドライブの場合は Google ドキュメント、Google スプレッドシート、Google スライドで作成されたデータ容量を Google ストレージで使用しないようになっているため、こちらも積極的に活用してみてください。以上、Google ストレージの容量管理についてでした。